ちは、プロレスで増刊号の時間がやってまいりました。本日も素敵なゲストにお越しいただいております。 2AW より若松大樹選手の登場です。よろしくお願いします。今日はですね、昨日行われました大日本プロレス最強タッグリーグ2022の優勝決定戦で蛍光灯デスマッチで見事クレイジーラバーズ竹澤正史塚本匠を撃破して流血無双コンビとして5ヶ月にわたる長期リーグ戦を制覇した翌日に本日は来ていただいてます。いやー、ありがとうございます。いや、とんでもないです。ありがとうございます。いや、今日ね、本当に来てくれるかどうか心配してたんですよ。ものすごい大流血えげつない試合でした。その試合の今今日翌日なんですよね。今日本当に5体満足で来れるのかなっていう心配してたんですけど、はい、ご本人はもうケロリとしてですね、そうですね、今日は来ていただいて、はい、本当にありがとうございます。とんでもないですよ。もう若野選手、まさかね、はい、流血無双コンビ、はい、優勝するとは正直言ってちょっと思ってなかったんですよ。まあでもそういう方 いっぱいいると思いますね。期待してるっていう声は多かったんですけど、うん、はい、まあ優勝に期待してるのか、どこまでいけるのかっていうところに期待してるのかって言ったら、うんうん、優勝するって思ってる人は多分少なかったんじゃないかなと、うん、自分でも思いますね。あ、本当ですか。はい、まあ、今日はね、そんな若松選手に、はい、まあ、メインの話としては、2AW、グランドスラムイン TKB ガーデンシティ千葉、こちらでですね、吉田彩人選手の持つ無差別級シングルのベルトに挑戦するという形になってます、はい、この話をですね、中心に伺うんですけど、前半を、大日本プロレスの最強タッグのお話をさせていただいて、後半はこちらの方の話に移りたいなと思ってます。あの試合を終えた、もうその後ってどんな感覚だったんですか。もう本当、感慨深くなっちゃって、うん、結構涙が止まんなくて、リング上で、まあ、優勝したいと思ってたし、後半になるにあたにつれて優勝できるっていう自信はあったんですけど、うん、本当に優勝した時にこう、あ、終わったって、やっぱ5ヶ月もあったんで、うん、それが終わったって、しかも勝って終わったっていう、うん、その気持ちが大きくて、安堵の気持ちが、安堵の気持ちと嬉しい気持ちと、いや、あのクレイジーラバーズに、本当どこまで拮抗できるのか、うん、また若松選手が会場をある意味なんていうんですかね、応援のムードがやっぱすごい多かったと思うんですよ ね、 そうですね、やっぱ一番そのキャリアが短いっていうところもあったし、うん、何かやってくれるんじゃないかっていう期待感っていうのがすごかった、うん、もうね、すごかったとしか本当に言えない。はい、はい、あの後もツイッターなんかでも見てても、若松選手が思いっきりやられてる姿、はい、もう大流血のシーンめちゃくちゃいっぱい出てましたね。そうですね、いっぱい上がってましたね。ご自身でも見ました。見ました、はい。だってデスマッチ初めて9ヶ月そうですね、9ヶ月ぐらいです。9ヶ月である意味のタッグの頂点を極めてるわけですからね。そうですね。アブコさんとその後どんな話されました。終わったなっていう感じで、ちょっとまあ儚くもあったんですけど、うん、まあでもやっぱ優勝できたんで、やっぱここまでありがとうございましたっていう感謝を僕は伝えましたね、うん、で、まあ、アブチンもここまで俺についてきてくれてありがとうっていうふうに言ってくれて、うん、まあ、本当にいいタッグチームだったなって思ってます。いやー、僕もね、本当それはね、すごく思います。先ほどもアブチンというふうな話がありましたけども、呼び名もね、はい、アブチン、そして若マティと、はい、いう形でお二人が呼び合ってるっていうところも微笑ましいなっていうところもありますし、はい、若松選手から見たアブドーラ小林選手っていうのはどういう存在だったんですか。まあ、でも最初はその初めて試合したのが去年の1月なんですけど、うん、僕その時通常のルールで負けたんですよ、はい、この人は何がすごいんだろうって、僕あっさり負けた感じがあったんですけど、うん、何かが特化して強いと思ったわけじゃなかったんですよ、うん、まあ、例えばこう打撃が重いとか、うんうんうん、いろいろあるじゃないですか、選手によってなんかこう寝技がうまいとか、はい、もうそういうのが何かあったかって考えた時に、なんか僕の中で何もなかったんですよ、うん、でもこうあっさり負けたなと思って、うん、それがなんか悔しかったんですよね、うん、だから最初はその何がすごいんだかわからないっていう存在だったんですけど、うん、そこから対戦する、まあ、対戦を経てあのタッグを組むっていうことになってから、やっぱいろんな面ですごい存在なんだなっていうふうに思いましたね。なるほど、はい、レスラーとしての技量もさることながら、はい、なんか体から染みは出てくる包容力みたいなところっていうのはね、すごく感じるんですよね。とはいえやっぱりレスラーとして そのやっぱ長年自分で培ってきた技量も含めて、うんうん、なんか人間力がありますよね。そうですね、まあ、うん、本当にアブチンはその
俺らはもう先輩後輩じゃねえんだっていうふうに言ってくれるんですよ、うん、僕本当に、うん、はあ、タッグチームだからもう友達で行こうって、うん、だからアブチン若松なんですよね。なるほど、はい、普通にもうアブチンって呼んでるんですよね。そうですね、もう普通に控え室に帰っても別にアブチンって言う、アブチンって呼んでこれはね、越境タッグでやっぱり成し得た奇跡の本当優勝なんじゃないかなと本当に思ってるんですね。5ヶ月にわたって、はい、しかもあの他団体の選手ですからね。そうですね、 2AW の選手が大日本プロレスの一つの冠を取った、しかもデスマッチを初めて9ヶ月、はい、まあでもね、若松選手が本当にあの以前来てくれた時、4月でしたっけ、そうですね、来てくれた時のね、から今見る成長度合いっていうのは超新星ありがとうございます。もうね、外見もね、ここまでの傷が全くまだなかったですよ ね、 そうですね、何も今日はもう額の傷なんかもね痛々しい感じで、血はもうだいぶ収まりましたか。そうですね、まあ止まって今は、はい、収まったんですけど、うん、やっぱりプロレスラーの方がその試合終わってから、まあ、電車乗って帰る時なんかはね、本当にあんだけの流血したら本当大変だろうなと思うようなね、座るのが痛い。そうですね、もう最初は本当座れないっていうか、座っちゃうとやっぱ背中とか痛いんで、うんうん、立ってた方が楽ですね、移動は。で、立ってんのがまあ辛くなったら座りますけど、うん、最初はもう立てるんであれば立った状態の方が楽です。まだ冬場はその傷を隠せるからいいと、はい、着込めばなんとかなるんで、着込めばね、はい、ただ昨日の場合なんかだったらマスクしてたら確かにここから下は隠せますけど、はい、今日おでこは隠せないですよね。まあ試合後はあの剥がしてるんであれですけど、なるほどなるほど、まあ、今日それこそここに来る時とかは、うん、もう剥がしちゃってるんで血も止まって、うんうん、だからもう全然隣誰も座ってくれないだから僕がなんかそのプロレスラーっていうかデスマッチファイターだなと思ったのが、うん、そのガーゼを買いに行くときに、うん、その大きさをこう選ぶんですけど、うんうん、はい、その一番ちっちゃいっていうか、まあ僕が今使ってるガーゼをこうなんか手首かどこかに貼ってるんですよ、うんうんうん、あ、こうなんでこれ額じゃないんだろうと思って、うん、あ、そうか、額なんか必要と使わないかと思ってまず感覚がまあ僕バキしてるんで額じゃないと大きさわかんねえよと思ったら、額に貼る人なんかいないんですよ、誰も、誰も、誰もいない、あ、そっかと思って、この5ヶ月間にね、はい、渡るその血の流し具合、血と涙を流してそれで掴んだ栄光でしたもんね。そうですね、まあ本当でも5ヶ月っていう長い期間だったからこそやっぱアブチンと自分は組み始めて本当1ヶ月もしないうちにもう最強タッグ始まったんで、うん、逆にその組んでリーグ戦を消化する期間が長かったから優勝できたっていうのはあるかなと思います、うん、逆にその長かったからその絆を育む時間もその中に芽生えたって感じなんですね、はい、そうですね、僕はそう思って追い風になったなと思ってますね、うん、なるほど、はい、でも歴戦の強者たちがタッグチームとして皆さん出てきてたわけじゃないですか、はい、急増タッグじゃないですけど、うん、そういう部分でやっぱやっていく中で結構やっぱり大変だったこともなかったですか。まあ大変だったことはもちろんあるんですけど、でもまあアブチンの言葉を借りるとそのクレイジーラバーズはもう完成されたチームだって言ってるんですよ、うん、はい、で僕らはまだ、まあ、完成してないと、うん、だから10月にまだそこに追いつく前に僕らは負けちゃったんですよ、うん、でもその昨日はもう僕らがその期間を経て成長して、うん、でもう完成されたチームは落ちていくだけなんだって、うん、アブチンさんで、なるほど、だからもう僕らが上がって上がって、うん、クレイジーラバーズを超えたのかなと。なるほど、はい、だからまあ大変なこともありましたけど、うん、まあやっぱ長かったっていうのは僕らにとっては、はい、いい風に働いたなと思いますね。昨日は帰られてから、はい、寝る前はどんな風な感覚だったんですか。まだ興奮状態だったんですか。やっぱ興奮状態ですね、うん、僕らその最強タッグの公式戦の前日は必ずそのアブチンと若松でインスタライブをコラボするってなってだから昨日も帰ってすぐにインスタライブを僕が始めたら、うん、もう1分もしないうちにアブチン入ってきてすごい、ね、2人でインスタライブコラボしてました。試合後コメントとかでも、うん、あんな激闘した後の2人とは思えないみたいなコメントがめちゃくちゃ溢れててやっぱりあんだけ血流すと何かこうあの食べたくなるものってやっぱあるんですか。あーでもやっぱり肉系は肉、はい、食べたくなりますね。うん、昨日もじゃあできるだけ、昨日もはいできるだけって感じでやってました。すごいな。それがある意味デスマッチ戦線で、身につけてきたこう自分の中の自信になってるんでしょうね。そうですね、もう本当に最初は分かんなかったことが今だんだんそのアブチンの
教えとかも経て、まあ、デスマッチファイターとしてもプロレスラーとしても分かるようになってきたっていうのはやっぱり僕の中で自信になってますね、うん、で今回はその自信を引っ提げて、はい、いよいよ自分自らの団体、はい、2AW でこちらですよね、はい、吉田彩人の持つ無差別級選手権のシングルベルトに最高峰王座に挑戦するという一戦が決定しました、はい、今のご自身 の, この意気込み的な部分はどうですか。まあ本当冠をまず大日本プロレスという大きな団体で取ったっていうのも、まあ、自信につながりましたし、はい、やっぱデスマッチでしか経験できないけど通常のルールに生かせることって多いと思うんですよ、はい、それはもう吉田彩人は経験できてないことなんで、そこですよね、はい、それを僕はもう経験してきたんで、うん、そういう面で超えられると思ってます。今ものすごくやっぱ自信ありますか。自信ありますね。シングルのベルトを吉田選手から引っぺがしたら天地がひっくり返りますよ本当 に, 本当にあれですね、今日もあの午前中週刊プロレスさんの取材があったんですけど、うん、はい、うん、自信があります、多分僕10回以上言ってるんじゃないかってぐらい、うん、自信ありますってしか言ってなかったんで、やばいぐらい背中やっぱり押されてる感覚もやっぱあるんでしょうね自分も、まあ、そうですね、お客さんからの指示とかもやっぱいろいろありますし、本当に背中は押してもらってるなとは思ってます。あ、吉田選手もとは言いながら、やっぱり海援隊道場そして 2AW にかけてですね、マシモ健吾選手というですね、いわゆるその 2AW海援隊道場の象徴みたいな人からベルトを引っぺかしたわけなんで、はい、やっぱり今ものすごくノリに乗ってるなっていう、うんうん、まあ、そういう人と、そしてものすごく超新星みたいな形で現れた人との本当にこう究極のぶつかり合いみたいなものがどんな感じになるのかなっていうまあ前回のね挑戦表明の際に止めるもんなら止めてみーやと、はい、いうような発言がありましたけどね、うんうんうん、それを聞いていかがでしたか。やっぱ自信があるんだなとは思いましたね、うん、本当に去年の11月に 2AW の所属選手がほぼ全員出た大会で優勝した上で、うん、マシモ健吾という象徴を倒したわけなんで、はい、まあ、それは自信があるのは分かるんですけど、うん、まあ、僕もその実際11月の準決勝で吉田彩人に負けてるんで、うん、あれなんですけど、まあ、ただその時とはまた違う成長した自分が今あると思ってますし、はい、うん、まあ、止めれると思ったから挑戦を今回名乗りたんで、まあ止めてやるよっていう感じですね、うん、止めれるもん止めてみやっていう発言に対しては、まあ、止めてやるよっていう。しかも今タイミングがいいですよね。そうですね、このボーンと上がった、ボーンと価値がものすごく上がったこのタイミングだから、なんか本当にこれどっちが勝つのかなっていうその空気感がお互いこういい感じになってると思うんですよね。だから僕が本当懸念したのは、うん、まあ、2月挑戦表明した段階では準決勝進出までしか決まってなかったんです、うん、最強タッグ。だ準決勝敗退もしくは決勝で負けちゃった場合、うん、落ち込んだままタイトルマッチを迎えちゃうなっていう、そこ一つも懸念があったんですけどしかも約1週間ぐらいですもんね。そうそうなんですよね、負けて挑戦するのと、はい、勝って挑戦するの全然違いますよね。そうですよ、だからどっちに転ぶかだなっていう、それでモチベーションもなんとなく違うのかなと思ったら今回優勝できたんで、うん、これは取れるなと。今めっちゃ自信ありますもんね。もうより一層、はい、自信ついてますね。これね、吉田選手やばいですよ今回は本当にね、どうなる一戦になるのかっていうのはすごく楽しみにしたいと思います。ちなみにですね、はい、もしこのベルトをご自身がベルトを奪取した暁にこんな風にやっていきたいみたいなのって何か考えてたりしますか。まずはそのベルトを持って、うん、次は大日本プロレスで一期当選があるとすれば、うん、ベルトを引っ提げて出れるんで、うん、なるほど。それとあと、まあ、うち今年は後楽園ホール大会2回あって、でその一発目が3月にあるんで、うん、まあ、そこもチャンピオンとして迎えるっていうのと、あとも同期を相手に僕はタイトルマッチをやりたいなっていう、うん、なるほど、まあ、同期中柊磨、うん、シタリート賞金に来た黒と3人いるんですけど、うん、なんでしょう、まあ、ベルトを持ってるからにはそいつらよりも強く、まずは強くなきゃいけないんで、うん、まあ、上の人たちからっていうよりかはまずは同期とやりたいと思ってます、うん、なるほど、はい、もしかしたらこれ 2AW の無差別取ってデスマッチとかってあるんですかね。あ、もう全然あると思います。だから 2AW のベルトと、まあ、大日本プロレス BJW デスマッチヘビー級のベルト、うん、二冠王者になりたいなと思ってますねそれは僕夢じゃなくて目標にしてるんで、うん、なるほど、はい、でも
今回はその言葉が夢物語じゃないなっていうぐらい、あの信憑性が感じられます。なんでだってそれぐらい本当に今本当にすごい勢いで登ってきたなっていう感じがするんで、新しい景色が 2AW でも見れるかもしれないですよね、はい、そしてですね、なんとサムライテレビさんでも日本インディー大賞2022ニューカマー賞を受賞されました、はい、改めましておめでとうございます。ありがとうございます。昨日のね優勝する前の段階で、はい、もうすでにこのニューカマー賞があの受賞されてるわけなので、はい、ご自身的にはどうでした、その受賞が決まって。自分の中でもまあ一番充実した1年だったんですよ、うん、2022年っていうのは、はい、でもそれがこうインディーマット界全体に届いてるとは僕的には思ってなかったんで、うん、なるほど、それが届いてるんだっていうその驚きと嬉しさとが相まって、うんうん、はい、まあ本当にまあ嬉しかったですね。こうやられてもやられてもどん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 なんすか、引かない姿勢みたいなのがすごいその伝わってきたんですよね。多分ファンの皆さんにも同じだと思うんですけど、はい、そういう部分になんかある意味その勇気とか元気みたいなのを若本選手を見ながらこうもらってるような部分もあったなと思うんですよね。それがある意味こういう賞につながったのかなって気がしました、うん、だからねやっぱり女性ファンも今増えたんじゃないですか。まあそうですね、増えましたね。増えましたよね。あの女性の方結構デスマッチ好きな方多いですよね。そうですね、だからそれこそ今日がバレンタインデーじゃないですか、うん、バレンタインデー、はい、でその前に3連戦 あの、うん、あったんですけど、はい、やっぱ去年とか一昨年に比べたらチョコレートの数が、差し入れの数が、はい、ちょっとそこそこ多かったんで、モテキ到来、モテキ到来。まあでもだからデスマッチで、あ、ね、あの疲れた体をこうチョコレートでね、疲労回復させてもらって。なるほど、やっぱりチョコレートは結構いいですか。結構いいですね、やっぱあと鉄分も、うん、なるほど、吸収できるから、はい、吸収できるんで。これでも同期のメンバーにも自慢できますよね。まあ自慢できます。あの同期はもっともらってるんで。あ、そっか。もともとがすごいから。もともとがね。これからは各会場でもう差し入れがね、まあ、OK になったタイミングでね、はい、もうどんどんまた来ると思う。まあコロナになる前は、はい、あの各選手にあの実際差し入れって何が一番もらって嬉しいんですかとか、はいはいはい、あのよく聞いてたんですね。ちなみに若松選手的にはあこれもらったら嬉しいなみたいなものって何かあるんですか。僕は、うん、あのインゼリーですね。インゼリー、はい、ウィーダーインゼリーの青、青を、はいはいはい、試合前結構飲むんですよ、うんうんうん、だからまあそれもらえたら嬉しいですね、うん、なんで青が一番いいんですか。やっぱあれがシンプルに炭水化物になるんで、うん、まあいろいろそう色によってビタミンとか、うんうん、ありますよね、種類がブドウ糖とかあるんですけど、やっぱ炭水化物試合前に取れるのは大きいんで、うん、へー、じゃあ青、ウィザーインゼリーの青がいいんですね。青がやっぱ一番好きですね。なるほど、わかりました。皆さんあのそういう話なんで、またタイミングが来たらあ、ぜひよろしくお願いします。あとデスマッチ始めたんで、うんうん、はい、テーピングも嬉しいです。あ、テーピング、はい、はいはいはい、もうやっぱデスマッチ結構消費するんで、うんうん、しますよね、はい、それもらえたら。なるほど、はい、嬉しいです。じゃあテーピングとウィザーインゼリーの青。じゃあ最後に、はい、若本選手の方から一言こう皆さんにお願いいたします。はい、 2AW で最高峰のベルトを争うにふさわしい試合をしたいと思いますんで、皆さんぜひ会場にお越しください。よろしくお願いします。はい、ということでですね、本日は本当にお疲れの中もうね大流血をした翌日に今日来ていただいてるので、もうこの後はねできるだけゆっくりとお休みいただいて、はい、ありがとうございます。あの2月19日のね試合までできるだけこう影響を養っていただいて、はい、ぜひですね吉田選手との試合をたっぷりと、ファンの皆さんに堪能していただけるような、はい、そして見事ベルトダッシュを、はい、期待して、今度来ていただくときはベルトをご持参で、そうですね、ぜひ来ていただいたら嬉しいなと思っております、はい、頑張ります。はい、ということで本日は若松大二選手でした。どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。皆さんこちらで失礼します。ありがとうございます。さよなら。